で1の3、図が与えられてまして、こういう図があります。すなわち水平面に高さ h の壁がありまして、そこに接するようにボールがこうあって、で半径が r で、この中心に、重心に対して働くように作用 F を力加えます。そのときに、このボールがどうなるか。 What horizontal force F applied at the axle is required to push a wheel of weight W、 これは W っていうウェイトがあります、キログラム重。 And radius uppercase R over a block of、こいつが over a block of height h、 height h のブロックを超えて転がっていくにはどんだけのフォース f がいるかで、これでなんかこうこの方向に接してるからこの方に力が働いて、重力がここだからここには水こう効力があってこう働いて、でなんかこれとこれとバランスしたので、なんか何もないよりはここの力っていうのは少なくてこっちに分散してて、とか最初考えたんですけど、そうやったからといってこれが持ち上がるっていうのは何も出てこなくて、結局回転させなきゃいけない。それはどこかったらこの支点、ここ G だとして、 G って言ったら重量、重心みたいだから、ここ O という点、この O という点に対して回転させなきゃいけないと。だからこのレディアス R に対してトルクを考えて、で右向きのこの回転のトルクの方が左向きのトルクに勝てばいくってことですね。そう思えばもうそれでほとんど解決ということになりました。その時は、これここが H で R で、だからここは R マイナス H です。で垂直で、で、まあ、ここをアルファ、まあ、シータとしていきましょう。まあ、いや、こっちをシータにするか。その時に F っていうのはこういうの働いて、あ、黒く見えなくなってきました。モーメントは力かける腕、腕っていうのはこの老形のそれに垂直なこの成分なんで、すなわち、ここシーターだから、ここシーター、ここシーターなので、R サインシーター。あ、ごめんなさい。R コサインシーターでしたね。R コサインシーター、これ。R コサインシーターかける F。っていうのはこの右向きのモーメント。左向きをマイナスにして、っていうか、右向きのモーメントが、これよりも左向きのモーメントは何かって言ったら、それは重力の部分で、これ W がこうあるんで、W に対する腕っていうのはこれですね。R サインシータ。R サインシータかける W よりも大きければいい。だから F っていうのは、R なんかも関係なく、今のところはね、R 消去して、サインシータとコサインで R 出てきますけども、タンジェントシータかける W、 コサインシータで両辺割ってタンジェントシータかける W と、タンジェントシータは R 分の H 分のここです。でここは何かと言ったら、R の事情マイナス R マイナス H の事情、これどれの事情だ、ピタゴラスの定理からそれのスクエアルートなので、タンジェント、これは W かける、タンジェント R マイナス H 分のルート R の事乗マイナス R マイナス H 角度上の事乗ね、これ中変形すると R の事乗マイナス R の事乗マイナス 2RH プラス H の事乗で、R の事乗が消えて、マイナスのプラス 2RHマイナス H の事情ですね。で、
やがてルート h かっこ 2r マイナス h 割る r マイナス h かける w っていうこの値よりも大きければいいと。これが f のミニマムっていうことが分かりますと。まあ、今キログラムとは単位与えられていないので、ウェイト、まあニュートンだと考えたら、このウェイトとに相当する力がミニマムで、それよりも大きな力を加えれば、これがこっち側に回転する、すなわちこれはもう打ち上がっていくっていうことになるということです。で、次の問題はこういうブロックになってて、あ、mass M1 slides on a 45 degrees inclined plane of height FH, uppercase H as shown, it is connected by a flexible cord of negligible mass of a small pulley. で、質量も関係ない糸で引っ張られていて、to an, コネクトされてて、to an equal mass M2。質量が同じ M2 のところに繋がってますと。Hanging vertically as shown. で、垂直に吊らされていて、The length of the cord is such that the masses can be held at rest, both at height h over 2. この高さは M1 も M2 もちょうど2分の h のところに来てて、支えられている。The dimensions of the masses and the pulley are negligible. この支点と滑車は大きさは無視している。で、compare to h、この h っていう高さに比べて。で、at high, at time t equals zero, the two masses are released. つまり、それまではなんか固定されていて、パッと離されたんですね。で、a、b、c の問題があって、for t positive, calculate the vertical acceleration m2。m2 の加速度を求める。で、b は、which mass will move downward? どっちが下がるか。At the time t1 will it strike the ground? で、それが下がっていって、あるタイムで、at what time t1 will it strike the ground? 下がるのどっちで、下がった方は、あと 何秒後、t1 どの時間でぶつかるか。で、use the mass in b stops。その、ぶつかった方で止まった時に、one will hit the ground, but the other must keep moving. Keeps moving, show whether or not.It will strike the pulley. またこれボーンと上がっていってぶつかるか、こうバーンときて、その後その勢いでボーンと、こうバーンときてその勢いでバーンとぶつかるか、そのことを決めなさいという問題で、これは明日解くことにしましょう。